皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう写真ズーマプレスアフロ11月14日ロサンゼル近郊サンタクラディータの高校で銃乱射事件を起こした日本人ハーフの少年が15日午後 病院で死亡した。生徒にも映画やドラマの撮影にもよく使われ、ハリウッド等で活躍している俳優なども排出している。白人生徒が5割を超え、アジア人は7%。ハーフは、ハパと呼ばれているが、少年に対して差別があったかどうかはわからない。地元ではガールフレンド絡みの事件だと噂されているが、少年の死亡により、真相の解明は難しく関連記事。 拳銃も、機関銃も販売中、日本が輸出する消火器は112億円。銃を発砲した少年は、父がアメリカ人、母は日本から移住した日本人。当日が16歳の誕生日で、バックパックの中に拳銃を入れて投稿し、クラスメートを銃撃したとされている。少年は普段比較的おとなしい性格で、 陸上競技やボーイスカウト活動をする優しい子供の親権は母親にあったようだ。その父親は2年前に亡くなっており、その後、少年は打つ状態だったなどと報道されている、救急車に生徒が運ばれるシーンや子供たちの様子、警察に取り囲まれ、取り調べを受ける少年の家の様子などが中継された。3名の非番の警察官が自分の子供たちをそれぞれ学校へ送っていった。 偶然が重なり、救命処置などの初動が早かったのが不幸中の幸いだ。現場となった高校は、全校生徒が2000人を超える大規模な公立校で、比較的裕福なエリアにある、ロサンゼルスのダウンタウンにもほど近く。